こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。堂々という鳥を知ってるか？知ってるよ。親しみやすいキャラで人気だよね。私はドラえもんで初めて知ったよ。もあよ堂々よ、永遠にという回だな、多分。そうそう。堂々は、現在では絶滅して存在しない鳥だ。飛べない鳥や警戒心の薄い鳥として、また悲しくもひょうきんな鳥として有名だな。なんで絶滅してしまったの？今回は堂々が絶滅した経緯や、堂々が辿った歴史などを解説するぜ。そして堂々が復活するとはどういうことか、その意味について考えてみよう。それではゆっくりしていってね。堂々は、かつてモーリシャス島に存在していたと言われる鳥で、堂々科の鳥は他に2種いたけど、どれも絶滅したと考えられている。いつ絶滅しちゃったの？堂々が絶滅した歴史は、大航海時代に遡る。自然保護の意識が低かった時代では、種の保存について考える余裕がなかったかもしれない。でも、今の価値観から振り返ってみると、少々思慮のない行動が重なってしまったと言わざるを得ないんだ。時代が悪かったかな。堂々が発見されたのは1507年のマスカリン諸島でのことだった。その頃は、世界が大航海時代に突入していて、ポルトガル人が初めて堂々の生息地を見つけたようだ。大航海時代、ワンピースみたい。その後、1598年にオランダの船がマスカリン諸島にあるモーリシャス島に寄港して、その航海日誌に初めて堂々の名前が公式記録に登場する。天敵のいない島でのんきに進化してしまった堂々は、捕獲しやすい鳥だったんだ。のんきに進化か。そのスタンス好きだよ。オランダ人の船員たちは、捕まえやすいその鳥を捕獲して食料にすることにした。堂々は翼が退化して飛ぶことができず、大きさは約1メートルで、15から25キロほどの大きい鳥だったようだ。予想より大きい。モーリシャス島は海に囲まれた小さな島だったため、天敵と言えるような生物はおらず、堂々を捕まえるのは簡単だった。堂々は空が飛べないだけでなく、歩くのも不得意で警戒心が薄い上に、巣はその辺の地面に作る無防備な鳥だったんだ。敵がいないんだからそうなるのもわかるよ。オランダの船員たちは、堂々を食用にしようとした。でも、煮込むと肉が硬くなるので、評判は最悪だったぜ。まずいんだ。第一次探検隊の船員たちは、堂々の煮込みが食事に出るとバルクフォーゲル、と呼んで嫌っていたと言われているぜ。でも探検中にすぐ取れる鳥はやはり便利だったのか。第二次探検隊がやってきた時は、堂々の肉を塩漬けにして保存食としてよく食べられるようになった。勝手に食べといて、嫌な鳥とは失礼だよね。それからも堂々は人間に取られ続け、モーリシャス島に入植者が増えると、堂々の捕獲が当たり前のように行われるようになった。誰でも取れるのろまな鳥だもんね。そのため、食料に乏しい探検隊や開拓者たちの胃袋を支えたのは堂々だったと言えるだろう。美味しくなくても、捕獲しやすいし、大きさもあったから効率よく肉が取れる獲物だったんだろうね。俊敏さもなければ飛行能力もないのんびりした堂々は、あっという間に取り尽くされることになる。ただ何の抵抗もなく捕まり続け、その数をあっという間に減らしていった。大きいからすぐ見つかるだろうしね。どっしりとしていて、七面鳥より大きな鳥だからな。目立つし動きがスローだし、良い標的だ。堂々という名前は、ポルトガル語でノロマという意味を表していて、その名の通り、よたよたと歩いている姿から名付けられたようだ。何を食べていたの？餌は果実や木の実で、俊敏に動く必要がなかったため、愚鈍な大きい鳥になってしまった。また、モーリシャス島にあるアカテツ科の樹木と共生関係にあったという説もあるぜ。へえ、堂々はヨーロッパ各地に生きたまま運ばれ、見せ物になったり剥製にされたりして博物館に送られ、研究対象にもなっていたようだ。その姿はたくさんの人々に感銘を与え、たくさんの絵が残されているぜ。見たことない生物って感じだったろうね。また頭部の剥製や骨格標本が今でも残されており、それによるとくちばしは大きく、頭部は額まで羽がない独特の風貌だった。警戒心があまりなく、人間を見ても逃げずに近寄ってくることすらあったと言われている。なんかかわいそうになってくる。モーリシャス島に生息していた野生の堂々は、1681年に英国人であるベンジャミン・ハリーの目撃後にその姿が見られなくなり、絶滅したと考えられている。また、ヨーロッパ各地で見せ物となっていた生きた堂々も繁殖に成功することなく、すべて死んでしまい、堂々という鳥は地球上から姿を消してしまったと。悲しい。モーリシャス島は、オラニエコーマウリッツの英語読みにちなんで名付けられた島だ。オランダ領の植民地となってからは、サトウキビ畑の労働力に多数の奴隷が導入された。森林はどんどん開墾され、住む場所は奪われていったぜ。人間たちが無計画にモーリシャス島を開発していったせいで、堂々は追い込まれてしまったのね。ベンジャミン・ハリーがどう行動したのかわからないけど、その場で最後の堂々が捕獲されたわけではないようだ。発見してからおよそ83年で、堂々は目撃されなくなって絶滅した。人間たちに狩り尽くされただけでなく、島の開拓で生息域が失われたことも大打撃だった。そうだよね。モーリシャス島は、独自の進化を遂げたガラパゴス的な島だったんだ。この島の堂々はモーリシャス堂々と呼ばれ、この島にしかいない鳥だった。でも、モーリシャス島がオランダ領となって開発され始めると、堂々の居場所はなくなっていった。成長が人間に狩られてしまっただけでなく、人間が持ち込んだ犬や豚、ネズミなどの外来生物によって、ヒナや卵までも食べられてしまったと考えられている。人間だけが敵じゃないわけね。長年天敵のいない暮らしをしていたので、凶暴な外来生物に対してなすすべなく捕食されてしまった。よたよたとしか歩けなかった鳥は、飛んで空に逃げることもできない。すぐ襲われそうな地面に巣を作っていたこともまた、犬や豚などに捕食される要因になってしまった。せめて木の上に巣を作ることができればよかったのに、堂々本人も木の上に登ることができなかったぜ。堂々が絶滅した後の1683年、博物学者のジョン・トラデスカントが所有していた。世界で唯一の剥製が、オックスフォード大学のアシュモレアン博物館に寄贈された。当初は全体像がわかる状態の大きな剥製だったけど、博物館の管理が良くなかったのか、1755年には頭部と足の部分だけを残して焼却処分されてしまった。あらら、現在は、骨格標本だけが堂々の全体像を後世に留める唯一の資料となっている。今でもロンドン自然史博物館などで堂々の復元剥製が展示されているけど、これらの復元剥製は後世作られたもので、本物の剥製ではない。堂々は、19世紀半ばに再発見された化石や標本から人気が再燃したと言われている。発見された時代は希少動物への扱いが今一つで、変わったものが好きな収集家のコレクションとして雑に扱われてしまったものや、価値がわからない人に乱暴に扱われたものがあったようだ。残念だね。堂々といえば、物語に登場する架空の鳥といったイメージを持つ人は多いだろう。発見されてからあまりにも早く絶滅してしまったため、多くの人から想像上の生物だと思われていた。ここでは、堂々が登場する物語を紹介するぜ。どうやって人気者になっていったのかな？最も有名な作品中の堂々といえば不思議の国のアリスだろう。ルイス・キャロルがこの作品を作ったのは1865年だったけど、この頃には堂々はとっくに絶滅していた。でも、当時はモーリシャス島で化石が発見されたり、死蔵されていた骨格標本などが表に出てきたりして、識者の間で第二次堂々ブームのようなものが起きていた。それで、ルイス・キャロルはいち早く自分の作品に堂々を取り入れたのね。はじめは架空の鳥だと考えられていたけど、オックスフォード大学に標本があることが広く一般に知られると、絶滅した鳥として人々を強く引きつけるようになった。また、J.K. ローリングの作品ファンタスティック、ビーストと魔法使いの旅にも、魔法生物ディリコールとして堂々が出てくるぜ。そうだったね。作中では、魔法で姿を消しているだけで、絶滅していないという設定になっている。本当にそうだといいな。日本の作品では、ドラえもんの映画ドラえもんのび太と雲の王国に同じく、絶滅した鳥も後ともに堂々が出てくるぜ。またそれいけアンパンマンシリーズのアンパンマンとドドの島でも、ドドという名前の堂々らしきキャラクターが登場する。大物アニメスターと共演なんて大人気じゃん。この話は、アンパンマンには珍しくハッピーエンドでは終わらない悲しい終わり方をする回で、見た人に強い印象を与えているようだ。そうなんだ、見てみようかな。また、ゲームポケットモンスターの中にも初期から堂々というポケモンが登場しており、親しみ深いキャラクターとなっている。頭が2つのやつだね。集まれ動物の森では堂々エアラインズという、航空会社があり、モーリーとロドリーという、堂々がモデルと見られるキャラクターが出てくるぜ。あれは堂々がモデルだったのか。堂々は多数の人気作品に登場していて、多くの人々に親しまれているんだ。本物の堂々に会いたくなっちゃったな。今現在、絶滅した堂々を復活させようというプロジェクトが進んでいるようだ。もはや地球上に存在しないのに、どうやって復活させるというの？骨格標本と一部の剥製しかないけど、本当に復活することはできるのか。その方法についてご紹介するぜ。目指せ堂々復活。堂々といえば、人間によって絶滅させられたということで有名な種だ。英語の慣用句にもデッドアズ堂々。といった言い回しがあるほど、絶滅した生物と印象づいてる。人々は堂々という鳥を思い浮かべるとき、すでに絶滅した種としてしか考えることができないわけね。これは人類に消えることのない罪悪感を植え付けたと言えるぜ。モーリシャス島に住んでいたドウドウは、人間に見つかったばかりに、その未来をあっという間に奪い取られてしまった。そのことを後悔し、挽回できるならしたいと思っていたはずだよね。そして科学が進歩するにつれ、その思いを実現できるような環境に近づいてきた。そのため、人々は、ドウドウを復活させる夢に着手したんだろう。人間の手で絶滅させられた種を、また人の手で復活させることができれば、生きたドウドウが見られるようになるってこと？ 2016 年、ドウドウのゲノム解析は終了したと言われてる。現在は、マンモスとタスマニアタイガーのゲノム解析も完了していて、遺伝子工学的にドウドウを復活させる準備はできているようだ。アメリカの遺伝子工学企業であるコロッサルバイオサイエンス社は、2022年にドウドウ復活プロジェクトを立ち上げて、1億5000万ドルの資金を調達した。絶滅した動物の遺伝子からドウドウが復活させられるのか、遺伝子工学の発展に期待するしかないね。生物の遺伝子は、DNA に刻まれている情報だ。DNA は、アデニン、チミン、グアニン、シトシンという、4種類の塩基によって構成されている。DNA には、本にすれば3万冊以上の気が遠くなるような遺伝情報が、書き込まれていると言われているけど、コロッサル社はこれらを全て解析したと言っているんだ。マジかよ。果たして、ドウドウの遺伝子情報を全て再現することはできるのか？コロッサルバイオサイエンス社は、テキサス州ダラスとオースティン、そしてマサチューセッツ州ボストンに拠点を持つ遺伝子工学関係の企業だ。2022年にバイオテクノロジーブレイクスルー賞を受賞し、2023年にはタイム誌の最も影響力のある企業100社に選ばれたぜ。立派な会社だね。2024年にはフォーブスによってアメリカのベストスタートアップ雇用主に選ばれ、遺伝子工学の世界では有名な企業となっているようだ。なんだか期待できそう。コロッサルバイオサイエンス社は、ハーバード大学やアラスカフェアバンクス大学、ロックフェラー大学など複数の大学とパートナーシップを結び、専門的な研究を共同で進めている。また、バイオテクノロジー伝説の投資家と言われるロバート・ネルセン氏と提携して、資金面の援助を受けているんだ。お金がないと研究を続けられないものね。その他にも18以上の投資家がコロッサル社を資金面で支えていると言われているぜ。またコロッサル社には様々な専門家たちが所属していて、共同創設者兼主任遺伝アドバイザーのジョージ・チャーチ博士は、ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学の教授を務めているぜ。優秀な人材も確保してる。コロッサル社では、鳥類ゲノム研究グループを創設し、ドウドウ復活プロジェクトを監督するとしている。そのため、絶滅した鳥、幻の鳥と言われたドウドウは、高い確率で復活に成功すると考えられているんだ。ワクワクだね。コロッサル社が目指す目標は、ドウドウを復活させるだけでなく、モーリシャス島に定着させることのようだ。住んでいたところに返してあげるのね。現在では、モーリシャス島のどの場所が生息域に適しているか、緻密な調査を重ねている最中だ。絶滅したドウドウの見た目だけは遺伝子情報で再現できるかもしれないけど、復活させたドウドウがどのように行動するかということは、確認のしようがない。やってみなくちゃわからないね。もし復活させたドウドウが本物のドウドウと同じ行動をしなければ、果物や木の実を主食にするはずが雑食になる可能性もあるだろう。そうか。もしかしたらヨタヨタ歩きでのんびりしたドウドウのイメージを一変させるような、ずる賢い動きを見せるかもしれないし、強い警戒心を見せる神経質な鳥になってしまうかもしれない。そんなのドウドウじゃないよ。また、新しく生み出されるドウドウは、1羽だけで親がいないことになる。そのため、親から生きるための知恵を学ぶことができないよな。そしたら、長生きできるかわからないね。ドウドウは、数ある絶滅種の中の一つに過ぎない。でも、ドウドウを復活させる研究が進んでいるのはどうしてなの？人間が絶滅したドウドウを特別な存在として扱うようになったのは、ドウドウが辿った絶滅への道筋があまりにひどいものだったからかもしれない。もし復活させることができれば、人間が絶滅させてしまった動物たちへの償いになると考えることもできるだろう。そうだね。ドウドウ復活プロジェクトでは、正確に言うとドウドウを生み出すわけではなく、ドウドウに限りなく近い全く別の類似物を生み出すことになるようだ。どういうこと？具体的な方法としては、ドウドウの DNA を組み込んだ卵を近縁種の鳥に産ませることでドウドウらしき鳥を生み出すということだ。ドウドウの代理種は、絶滅したドウドウの代わりとなる存在であり、単純に遺伝子をコピーしたクローンではないんだ。それはドウドウと言えるのかな？代理主は、科学的見地から最も良い類似物をデザインするという考え方で、現代に生きている似たような動物の DNA を組み込むことにも積極的だ。その目的は堂々のような鳥をこの世に生み出すだけでなく、作り出した代理種を自然の中に投入することなので、健康的で強く生きられることも条件の中に含まれる。クローン羊のように、体が弱く長生きできないような生き物では、自然の中で生きていくことができないしね。現在の研究では、かなり成功する可能性が高いと言われている堂々復活プロジェクトだけど、新しく生み出された堂々の代理種が自然界にデビューすれば何が起こるかわからない。2016年に国際自然保護連合種の保存委員会が発表した。代理種を作る際の基本的なルールには絶滅した種の代わりになる代理種は、完全なる複製を作るより好ましいといった内容が報告されている。どちらにしても、遺伝子情報だけでは完全な堂々を復元することはできないんだよね。命を作り出すことは、容易なことではない。どのような性質を持った堂々を復活させるのか、コロッサル社の専門家たちは慎重に研究を進めているようだけど、実際に代理種を作り出すのかどうかは結果が出るまでわからない。新たな堂々をこの世に生み出すには、乗り越えるべき課題がまだまだあるようだね。堂々に人々が興味を惹かれるのは、いろいろなポイントに魅力が詰まっているからだと考えられる。大きな体にのんきな性格、よたよた歩く姿の鳥を想像すると、ほとんどの人が楽しい気分になるはずだよ。同じく人間が絶滅に追い込んだフクロオオカミよりも、堂々の方が様々な作品に登場するのはなぜなのか。ここからは堂々が持っている魅力について話すぜ。堂々に人々が抱くイメージは要は弱い鳥だよね。運動神経も注意力も弱く、食べても美味しくない上に、あっという間に絶滅に追い込まれてしまった圧倒的な弱者だ。なんともどんくさい鳥だけど、だからこそたくさんの人が堂々に惹かれるのかもしれないよ。堂々の哀れな末路が人々の感情を揺さぶるのはもちろんだけど、その理由が無抵抗に食べられてしまったからというのも衝撃だよな。敵のいない楽園のようなモーリシャス島で、堂々は楽しい暮らしをしていたことでだろう。でも、環境に慣れきっていたせいで、急な変化に対応できず絶滅してしまう。私たち人間は罪悪感を持ったよね。それだけでなく、合理的な進化というものが必ずしも我々にとって良いものではない。ということについて考えさせられる。そのせいか、堂々の運命を他人事とは思えないぜ。堂々って、美しい鳥というわけでもなく、不格好で肉も硬く、歩く姿ものろまで一見、何の魅力もなさそうだけど、だからこそ人々に愛されているんだろうね。人間は弱いものを見ると安心して心を開き、ついひいき目に見てしまうものだと言われている。哀れな堂々を守りたいという気持ちにさせられ、そのキャラクター性に惹かれるのは自然なことかもしれないな。おかしなくちばしに小さな目、そして申し訳程度の小さな手羽先と、すっかり退化した尾羽。さらに25キロ以上になることもあるでっぷり太った体は、ともすると面白さすら醸し出す。そんなに言わなくても。でも確かにそうなんだけど、特に日本では、負けてばかりいるものに人気が集まることがあって、砲丸びいきという言葉もあるほどだ。競馬で負け続けた競走馬のハルーララがブームとなり、今現在もゲームなどに登場して人気を集めているのと似たような理由かもしれない。コロッサルバイオサイエンス社では、堂々復活プロジェクトを推進し、絶滅種再生に取り組んでいる。堂々が実際に復活する可能性は高く、今後は他の絶滅種についても復活できるようになる見通しのようだ。他の絶滅種も？絶滅種再生、蘇生生物学は、もうすでに絶滅してしまった動物を復活させるための研究だ。以前はありえない研究とされ、あまり真剣に相手されていなかったけど、遺伝学の発展やクローン技術が進化したことによって現実的な研究になった。1990年代には体細胞核移植法が開発され、新しい命を科学的に生み出すことが可能になったと言われているぜ。すごい時代になってきたよ。でも、2009年に SCNT 技術を使って作られた絶滅種のヤギピレネイアイベックスのクローンは、重度の肺障害ですぐ死んでしまった。そのため、完璧なコピーを目指すよりも近似種の遺伝子を取り込んだ、別の生き物を作る方が良い、と考える研究者が増えている。ちゃんと生きていける生き物でないと意味がないもんね。脱絶滅の研究が成功すれば、地球上から消えた動物がまた自然の中をかっ歩することになるだろう。コロッサルバイオサイエンス社は、ケナガマンモスの復活に関する研究も進めている。もしマンモスを復活させることができれば、シベリアのツンドラ地帯に放して積もった雪を蹴散らし、永久凍土が溶け出さないようにすることができるようだ。永久凍土って確か、太古の昔に根絶された道の菌が眠っているんだよね。そこに雪が積もると暖かくなって溶け出し、全世界的に危険な展開になってしまう可能性があるんだ。やばいじゃん。でも、マンモスに雪を蹴散らしてもらえば、冷たい空気が直接永久凍土を冷やしてくれる。マンモスを作り出すには象の子宮が必要だけど、絶滅危惧種の象を実験に使うことはできないため、コロッサル社では人工子宮の開発に着手している。人工子宮ときたか。専門家の見立てでは、実際に絶滅種が復活するまでに、あと10年以上の歳月がかかると考えられている。生物の保全に関する研究は、まだ初期段階なんだ。とはいえ、近い未来に可能なんだね。絶滅してしまった堂々は、もう元に戻ることはない。でも、現代のテクノロジーを駆使すれば、限りなく近い生物を生み出すことはできるんだよね。そうやって蘇った生き物は、あくまでも別の生物であり、絶滅した動物が完全に蘇るというわけではない。私たち人間は地球環境をできるだけ壊さないようにしながら、絶滅危惧種を大切に保存し、次の世代に繋いでいかなければいけないんだ。その通りだね。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。